皆さんこんにちは。桜が咲いて暖かい4月になりました。新しい年度がスタートをいたします。今年度は袋石ではこの秋にラグビーワールドカップ開催をされます。4試合ございまして、とりわけ日本対アイルランド戦とか素晴らしいカードが組まれています。まだ切符を買っておいでにならない方、ぜひ切符を買って、そしてエコパにおいでいただきたいと思います。4試合とも素晴らしいゲームだと思いますよ。それからもう一つは、これに伴って袋井ではホームステイをやってるんです。外国から来るお客さんが大勢おいでになります。もちろんホテルに泊まる方もおいでになります。中にはホームステイをしてみたい、こういうお客さんもおいでになりますので、私ども市では、それではホームステイはできる家庭に手を挙げていただいて、で皆さん集まって、で集まっていただいた中で、今度は旅行者の方とお話をして、そしてじゃあこのうちにはこういう方に泊まっていただこう、そういうことをやっていきたいということで、今ホームステイの家庭を募集をしています。一人、そうですね、だってホームステイをしますと経費もかかります。泊まってもらったうち、例えば僕のうちでございましたら、じゃあ一緒に食事を取りましょうとか、そういうことで経費もかかりますので、そうした意味ではホームステイする場合に一泊一人当たり5000円補助をしましょうと。その中で食事も一緒にしてください。それから場合によって車で持って、あるいはその近所のお稼ぎさん見るにしろ、あるいはその他少し見学したいということであれば、その見学も一緒にしてあげてくださいよ。こういうことで2人泊まれば1万円になりますね、というような、そういう補助も考えております。ですからぜひこれに参加をしていただきたい。まだまだ袋井の市民の方でこの話をご存じない方もあるかもしれませんから、ぜひいろんな方に言っていただいて、とにかくホームステイを広めていきたい。そうすると、1回ホームステイの経験をしますと、後から今度どんな、場合によって国内の方だって、それからまたこのラグビー関係のない別のいろんなことで外国から来ている方を泊めてみる、いろんな知り合いが増えて、とっても面白いことになりますし、あるいはうちの中で少し英語の会話が広まると、こういうこともできると思います。ラグビーワールドカップがこの秋にございますので、ぜひ皆さんもラグビーを楽しんで、素晴らしいイベントにしていただきたいと、このように思います。なお今月のスケジュールを申し上げますけど、この中で来月このラグビーワールドカップに関係するスケジュールもございますよ。今月はですね、まず月始めには各小中学校、それから幼稚園保育園の入学式が当然ございますよね。それから6日の日が八田山の春の桜祭りです。この日はお茶の春のお茶祭りも両方で行います。例年大勢の方がおいでになりますので、6日7日のこの春の桜祭りにぜひおいでをいただきたいと、このように思います。八田さんのステージではいろんな催し物もございます。それから7日の日には消防団の入園式と申しますか、入団式もございます。これも市内の大勢の消防に入ってくださる、なかなか大変なんですけども、でも入ってくださる皆さん方を迎えて、消防という市民の命を預かったり、あるいは災害から助けてくれる、こういう皆さん方に対して私がお礼を申し上げたいと、このように思っております。それが終わりまして、10日からは今度は岡水さんのボタン祭りです。それから19日の日にはクラウンメロンの青年部の品評会が、これは市役所の1階でございます。ですからこれもとても素晴らしい、袋井の名産のメロンですから、ぜひ皆さん方も19日の日ですからおいでをいただけたらと、このように思います。先ほどラグビーワールドカップの話をいたしましたけれども、来月になりまして11日の日にラグビーワールドカップの目指して2000人以上の2019年ですから、2019人の方に一斉に並んでいただいて、そしてラグビーのボールをゴールキック、ラグビーのポールめがけてみんなでボールを蹴ってみよう、これをエクパの中でやりたいと思います。知事にも今参加をしてくださいと
呼びかけをしております。それからアイルランド大使なんかにもぜひおいでくださいよと呼びかけて、それぞれのご都合が良ければぜひ参加をしていただけたらとこのように思います。ですから市民の皆さんもこぞっておいでください。2019年でボールを蹴るんですから、とっても楽しいイベントになる、このように思います。今月もいっぱいいろんな行事あります。そして新しい年度になって、今年度私ども市でもいろんな行事をしながら、また市民の皆さん方と一緒に素晴らしい袋井が発展する年度になりますように頑張りたいと思いますので、どうぞ応援をしてください。よろしくお願いいたします。企画制作課シティプロモーション室の溝口です。広報袋井4月号についてお知らせします。今月の特集は袋井版ホームステイ2019ホスト家庭募集と、平成31年度施政方針と予算概要について掲載しています。市ではラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、観戦に訪れる外国の方をホームステイでおもてなしするホスト家庭を募集しています。初めての方でも楽しんでいただけるよう全力でサポートしますので、少しでも興味がある方はお気軽にお問い合わせください。平成31年度の施政方針と予算概要について詳しく掲載しています。新たな時代の幕開けに向け、多様性を強みとする街を目指して、市民の皆様と共に市政運営に取り組みます。広報袋井4月号は4月1日発刊、市のホームページでもご覧いただけますので、ぜひご利用ください。企画制作課国際交流室の原田です。袋井版ホームステイ2019のホスト家庭募集についてお知らせします。9月から開催されるラグビーワールドカップでは、エコパスタジアムに国内外から多くのラグビーファンが訪れます。袋井市ではこの機会に外国人のラグビーファンを家庭で受け入れる袋井版ホームステイ2019をエコパスタジアムでの試合日程に合わせ、9月27日から29日、10月3日から5日、10月8日から10日、10月10日から12日の4回実施します。ホスト家庭に申し込みできる条件はゲストの個室が用意できることだけです。食事の提供やゲストの送迎もお願いしますが、お仕事の関係で送迎が難しいなどご相談いただければ、できる限りご要望に合わせ市がサポートします。それ以外にもゲスト1人1泊あたり5000円の支給、希望に応じたゲストとのマッチング、ゲスト情報の事前提供、24時間の電話サポート、不在時の市のサポートなど市が全面的にバックアップします。詳しくは4月号の広報袋井または市ホームページをご覧ください。ラグビーワールドカップが袋井市で開催されるこの機会に、皆さんもホスト家庭になって国際交流をしてみませんか。皆さんの申し込みお待ちしています。スポーツ政策課ラグビー開催推進室の本田です。5月11日に開催するイベント2019人ラグビーキックチャレンジについてご案内いたします。袋井市では今年9月に開幕するラグビーワールドカップ2019に向け、平成28年にはスクラムギネスに挑戦、昨年はアイヌ駅からエコパスタジアムまで2019人ラグビーパスリレーの実施など、静岡県や関係団体と連携し、市民参加型の機運醸成事業に取り組んでまいりました。
開催年となる今年は、大会本番に向けた地域の盛り上がりや一体感の創出を目的に、実際に日本対アイルランド戦など4試合の熱戦が繰り広げられる会場エコパスタジアムの中で、多くの地元住民にラグビーのゴールキックを体験いただくイベント2019人ラグビーキックチャレンジを開催いたします。5月11日土曜日午前10時から11時まで、会場は小笠山総合運動公園、エコパスタジアム、参加費無料、駐車場も無料です。お申し込みは4月19日金曜日までに、イベント参加申し込み専用ホームページより手続きをお願いします。参加特典として、八田山厄除け団子と袋井さんクラウンメロンの試食サービスも実施します。国際基準のピッチでラグビーの魅力や面白さを体感する絶好の機会です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。ラグビーワールドカップを地元の元気で盛り上げましょう。袋井市産業政策課観光振興室の加藤です。袋井市の観光情報をお知らせいたします。4月10日から5月初旬まで、袋井市の秋葉総本殿加水祭にて加水祭ボタン祭りが開催されます。広さ約3000坪の敷地に約150種類2000株のボタンが咲き誇ります。ボタン園には上品な香りが漂い、訪れた人々の心を癒してくれます。開催期間中はボタンの花をイメージした精進料理ボタン膳やボタン餅、精進コロッケなどもご用意しております。別名花の寺とも呼ばれる加水祭で、景色と香り、そして食事を楽しんでみてはいかがでしょうか。また5月11日土曜日、12日日曜日にはエコパスタジアムにてエコパグルメスタジアムが開催されます。 B 級グルメスタジアム in エコパが昨年からエコパグルメスタジアムとして生まれ変わり、全国の人気ご当地グルメが数多く集結いたします。袋井市からは袋井宿卵ふわふわと袋井遠州お畑肉巻きが出展されます。袋井宿卵ふわふわはふわっとした食感とカツオのだし汁で、食べた瞬間思わずホッとする感覚に包まれます。袋井遠州お畑肉巻きのお畑とは、一部の遠州地域で昔から食べられてきたうるち米のお餅のことで、外側の豚肉に染み込んだ甘辛醤油が中心部のお畑に染み込んで、味も食べ応えも最高です。他の地域のグルメも見逃せません。ぜひお誘い合わせの上お越しください。袋井市の観光情報についてのお問い合わせは、袋井市観光協会電話 0538-43-1006 までお願いいたします。以上、袋井市の観光情報でした。